こんにちは、生体ニコニコスライドです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの方に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、前回ですね、股関節のストレッチがいいですよと、腰痛や足の付け根の痛みとか、足の痛み、膝の痛み、それから痺れにとってすごくいいのでご紹介していくというお話だったんですけども、今日はその股関節のストレッチ、大きくは3つあるという話をしました。股関節はこの骨組んでいると、このここですねにあるんですけども、この股関節の前側にある筋肉、それからお尻側ですね、後ろ側にある筋肉のストレッチで、3つ目がこの外旋といって、足をですね、前から言うと手があるという肉ですね、足をこうですね、足のつま先を見えるんですかね、こうかな、こうする筋肉です。これ外旋というんですけども、専門的には足をこうする筋肉ですね。この筋肉がお尻のこの中の方にありますので、ここの筋肉と3つに分けてお伝えしようと思っています。で、今日はまずこの一番、やりやすいものとして、お尻の筋肉ですね。股関節っていうのは結構前側ばっかり思ってる人も多いんですけども、股関節っていうのは前側と後ろ側と、こういうふうに360度動くのがこの関節の特徴なんで、後ろ側もありますね。このお尻の、ストレッチ方法についてお伝えしようと思っています。ということで、まあ、ちょっと準備しますので少々お待ちくださいね。はい、ということで、股関節の後ろ側ですね、お尻側のストレッチについてお伝えしようと思っています。で、以前にもお伝えしたんですけども、ストレッチをやるときに間違ったストレッチをしてしまうと、その時は柔らかくなった感じがするんですけども、その後逆に痛みをつけて、まあ、体を痛めてしまったりとか、やればやるほど体が硬くなっていったりしますので、ちょっと一般的なストレッチ、普通に言われているストレッチとちょっと違うポイントをお伝えしながらやっていきますので、そのポイントを押さえながらやってください。そうしないと効果が出ないばかりか、体を痛めてしまったり、余計その、関節がよりやればやるほど硬い関節になっていってしまいますので、そうしますと、せっかくその時ストレッチしてやるがくなっても、その後持続しなくなりますので、ポイントを押さえながらやっていただければと思います。ということで、まずこういう椅子に座っていただきます。椅子は柔らかいソファーではなくて、まあ、ダイニングのところにあるような椅子だとか、そういう硬めの椅子にしてください。でですね、まあ、これ両足についてるんですけども、これで片足をここにこういうふうに乗せます。で、乗せていただいて、まずこれだけでも、乗せただけでも、こちら乗せた方のこのお尻ですね。お尻の後ろのここです。ここの筋肉がストレッチされる感じがすると思います。ですから、まずこうやって乗せるだけでいいです。乗せるだけでいいです。で、乗せた時のポイントはですね、この時に骨盤ここです。ここが後ろにこう倒れてしまう人もいるので、こうしますと、この股関節のこの後ろのところに効かないので、この時に骨盤が寝ないように、ですね、ここですね、ここをちょっと、このお股の前ですね、ここをちょっと傾けるように、前傾させるようにしてみるといいです。そうしますと、ここら辺がストレッチされると思いますので、こうではなくて、ちょっとここを折るように、ここからお辞儀をするように、こういうような形でしてみるといいです。そうしますと、ここに、ストレッチ感があると思います。無理せずやってください。でもね、無理せずやってください。あんまり痛くやると、それはそれで、緊張してしまいますので、余計、ストレッチは筋肉が伸びることですから、伸びなくなってしまいます。緊張すると縮んじゃいますので、ですから、リラックスした状態でやるようにしてください。リラックスしつつ、ここから、お辞儀をして、胸を、この足ですね、ここに近づけるようにします。で、ちょっと戻して、またもう一度やると。ここから必ずお辞儀をしてください。よくありがちなのは、その背骨でこうやっちゃう。これは全然、この股関節がここが全然動いてないので、この股関節の後ろに効いてきませんので、こうではなくて、ここでしっかりお辞儀をしていくことですね。かといって、力でこう頑張るんではないんですね。だらっと脱力して力は抜けてるけど、ここからお辞儀をする。ですから、一般的に言われているようなストレッチとはちょっと違って、結構楽にできます。そんなにぐーっと伸ばすような感じではありません。
近づけることでここが伸びてくるというやり方になります。こういう感じです。でこれがまずこれだけで何回か繰り返したらこう柔らかくなりますので、これで立っていただいたら、立っていただくとこれだけでちょっと足踏みなんかしても足が楽な感じします。お尻が楽な感じします。でですね、ちょっとこれもっと物足りないという人はここから、ちょっと足をですね、足がちょっとこうなりやすいんで、ここをしっかり押さえて地面に対して足が平行になるようにして、これでさらにここからお辞儀ですね、ここからお辞儀をして近づけていくという風にしてみてください。これだいぶ深くまでいけると思う、いける人はいけると思うんで、そういう形で徐々に胸とこの足が近づくように、だけど背中がこう丸くならないように、ここからしっかりお辞儀をしつつ胸がここに近づくようにという形で、ちょっとずつ負荷をかけながら柔らかくしていってみてください。はい。でこれで立っていただきますと、やった側ですね、足を上にした方の側が足踏みとかした時にすごく軽く動くと思いますので、これでお尻の筋肉が緩んで、これ結構腰痛とか、あと足の痛み、しびれなんかにも有効ですので、やっていただいたと思います。ということで今日は股関節の、後ろ側ですね、のお尻の筋肉のストレッチ方法についてお伝えしました。次回は他の部分をやっていきますので、楽しみにしていてください。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。